回は私たちが勇退したんですけど、はい、選抜決定戦についてお話ししていきたいと思います。ちょうど昨日第一ラウンド様子がお届けされたと思うんですけど、私たちは今その第一ラウンドの動画が出る前に撮ってるので、はい、実際にどういうことがあったとかそういうストーリーとかは分からず、うん、今順位だけ見ました見たんですけれども、それについてだったりとか、あと私たちはファッション審査のモデルもやらさせてもらったりとかしたので、そういうのについて裏話とかもねちょっと話していきたいなと思います。はい、せーの、レッツゴー。ちょっとまず順位、うん、まず見て思ったのはさすがっていうのと、うんうん、新メンバーすごいって思いました。うんうんうん、分かる。リリカがまず一番歴が長いわけじゃん。ちゃんとこの第一ラウンドから1位を取っていくっていうのがさすがだなっていうふうに思って、みんな今回本気度がすごいから、すごいよね、なんかどういうふうなあれが起きてもおかしくないなっていう。確かにみんな頑張ってるよね。かおちゃんすごいよね。2位だったのびっくりした。びっくりした。リリカとかさ去年さ、うん、出てなかったからさ、どんな感じで出てるのかが想像つかなかったからすごい楽しいランキングだけ知って1位っていうのを知ってるから、うん、どういう感じで1位だったんだろう、うんうん、そもそも選抜が始まる前になんか選抜に向けてどうなの、なんか1回目より2回目の方がみんなのなんか、ね、裏で の, なんかそのやる気みたいなの伝わってきたというか、喋ってることとかも2回目だからこそ絶対選抜になりたいみたいな話をよく聞いてて、今回の方がみんなやる気があるんだなっていうのが裏で話してても伝わってきました。なんかひなひなはもう選抜生になってるわけじゃん、うん、だからそのプレッシャーはあるだろうなって思って、うんうん、私だったらもう2回目とかも絶対なりたいし、プレッシャーやばいだろうなって。確かに、まあ、本人たちも言ってたし、うちらとも話してね、4人で、うん、ね、やっぱ1回なってると、うん、あの1回だけだったんだって思われたくないみたいなのも本人も言ってたし、確かに自分たちもそうだなってめっちゃ思うから。でもそれで言うともう結構高校生になってるメンバーも多くて、そろそろ卒業とかもさ、まあ、高3までだからさ、それこそリリカとかもそうだけどあるわけじゃん。時間に迫られてるメンバーとかも焦るんじゃないかなって思います。確かに選抜になることで、うん、こんなにいろんなことができるんだよっていうのを私たちの1年で実感したじゃん、うん、私他のメンバーもそれを感じたと思うから、うん、こそなんかここで選抜にならないとってみんな思ってる気がします。1年に1回ですから、みんな悔いがないように頑張ってほしい。だって、はい、本当に楽しみにしてる動画を。私たちはみんながね選んだシーンを着て撮影したんですけど、はい、いやなんか意外って子もいたり、うわー、ぽいぽいって子もいたり、うんうん、みんなこれ今着てるんだなみたいなのを流行りが分かった。流行りが分かった。なんか星とかが結構流行ってんだなみたいな、うん、とかバレエコアとかね。あれは2日に分けて撮影したんですけど、うん、もうここのメルブチャがもう段ボールでいっぱいになって、はい、頑張ったよね。撮影自体の裏は私みたいな、なんか結構身長的なあれで身長が高いメンバーのは私が着れて、うん、逆に小さい日和とか、うん、なあちゃんとかのは着れないから真帆くんに着てもらったんですけど、でも私でもパッツパツ。そう本当に。あとウエストとかがブカブカすぎるみたいな、うちらでブカブカなのにこれひよりちゃんたち大丈夫みたいなのとかあったりとか、うん、いろんな系統を着れたから、うん、これは合うんだとかこれ合わないなとか、うんうん、そう自分が絶対選ばないようなさコーデとかも着れたので、うん、楽しかったかも。私たちはなんか着て人形になった気分で楽しかったんですけど、みんな頑張ってるので、今落ちちゃった子も敗者復活戦があって、うんうん、まだみんなチャンスがあるっていう、うん、まだ終わってないからね。終わってないから盛り上がりどころなので、そうなんや、何があるか本当に分からないので一緒に応援よろしくお願いします。お願いします。で、はい、去年の振り返り、はい、去年の選抜決定戦についてを話すんですけど、だけど本当に選抜決定戦の今日も酷脳裏に引きつけられてて、うん、もう合宿行く時もみんなやっぱ集合から違ったじゃん。そうだね、もう顔色が違うし、うん、この辺に赤いオーラがめっちゃ見えてて、それぞれのメンバーが、うん、うわ始まってるっていうのを審査が始まる前から感じるから、それを今みんなも感じてるんだと思って、なんかすごいなって。なんか逆に1回目だったからさ、うん、もう前例もないままだったじゃん、うんうん、いいところも悪いところもあったけど、そうだね、
知った上で戦うっていうのは怖いもん、ね、怖いよ。今年の話題になっちゃうけどさ、うん、新メンバーがこうやって上位にいることって本当にすごいと思う、うん、去年もさ、それこそひなひな、うん、まあ、ひなひなだけじゃないんですけど、うんうん、新メンバーが最初からグワーって来てて、やっぱ焦るじゃんこっちも、うん、で今まさにそのそれこそココミンとかの代とかもさ、私たちの一個下の代ですごい焦ってるんじゃないかなってめっちゃ思います。そうだね、しかも人数も多いし、うん、みんなそれぞれ力があるから。めっちゃさ、2人でも言うけど、うん、選抜決定戦すごく成長するんですよ。本当にそう、本当にそれを実感してて、選抜決定戦から変わったこといっぱいあるの。多くて本当にある。なんか今まで本当に悔しいとか、うん、そういう思いをすることが本当にあんまりなくって、うん、力のあるメンバーたち、同世代の子たちの中で、それこそ男子審査とか最下位をもらって、うん、めっちゃ悔しくって、なんかそういう感じになるのがすごい初めてだったから、かぶっちゃった殻をそこで破れたなって思うし、あとは自分の何気持ちとか感情を出せるようになりました。おお、真帆子にもめっちゃ言われるんだけど、表情とかもいろいろ作れるようになったし、うん、なんか人に気持ちを伝えるのとかも前よりもできるようになったし、うん、めっちゃ成長した。あれがなかったら今もなんかまた違うかもしれないなって思います。やっぱ自分もそうだけど、やっぱみなつとか見ててもめっちゃ思うの。めっちゃ言ってくれる。 TikTok とか見ててめっちゃ思うの私。うん、URL とか送って言ってきてくれる。みなつ本当に表情かわいい。私はやっぱ合宿がでかいなって思ってて、うん、ダンス審査だったらチームだし、チームで順位を取るっていうのがすごく私の成長につながったなって思ってて、うん、やっぱそこの場だけじゃなくて、それから1年経った今でもどんどん変わってきてるし、本当に成長したなって思います。最初はなんか選抜決定戦の話された時にみたいな、戦うのってやっぱ思ったし、そうそう、うんうん、っていうのが正直のところだったけど、今となったら選抜生になれたからっていうのももちろんあるけど、もし慣れてなかったとしても、うん、絶対出てよかったなって思ってる、うん。これ超裏話さ、ミナマホでさ、選抜決定戦についての話聞いたことあるよね、うん、結構ミナツと私は反真反対で、うん、真反対だった。マオコはすっごいもうワクワクした、うん、やりたいとかじゃなかったの最初は、うん、ね、なんだけど、やるなら本気でやろうよってめっちゃ思ってて、そういう空気作りからどんどんなんかみんなね、もう始まってからみんな変わったよね、うん、一気にガラッと。でもやってよかったなって思うから、まあ今は苦しいけど、もし慣れたら楽しいことが待ってるので、やっぱ頑張ってほしいなって思います。順位を呼ばれる瞬間の心境とかの感じ、立ってんのも精一杯みたいな、足から震えちゃうみたいな感じで、やっぱ最後のイベントで呼ばれる時とか、1位を目指してるから、1しか狙ってなかったから、もう本当にバックバックで、もうやばかった。やばいよ。でも真帆子がその1位確定した時に、私までなんかもう泣けてきちゃって、なんか言ってくれたの、なんか一番最初にうわーっと思って、なんか選抜決定戦で個人の力も上がるけど、うん、あのメルプチとしてのグループのあれも絆も深まったなってマジで感じたし、うん、もうまだまだこれから今年の選抜決定戦続くので、皆さん応援してください。はい、せーの、今日も最後まで来てありがとうございました。また次回のところでお会いしましょう。バイバーイ。 TikTok とか見ててめっちゃ思うの私、みかんね、 URL とか送って言ってきてくれるみなつ本当に愛し表情かわいい、送ってきてくれて、インスタ